はい、どうも、ジュウです。今回は、ビハインド・ザ・フレーム、とっておきの景色をというゲームを実況していきたいと思います。今回プレイするのは、任天堂スイッチオンラインに加入者限定である、一斉トライアルというものを使っています。それでは早速やっていきましょう。正直このゲームはよくわかっていないんですが、はい、じゃあとりあえず初めからでいきましょう。まあ今回はまあ、序盤ぐらいというところまでは進めたいと思います。まあ今回は単発ですからね。お、いきなりワンというものが現れました。そう、これはインディーゲームですね。もうこれ、任天堂スイッチオンラインで加入していれば遊べるやつなんですが、お、まずなんかあれですね。ニューヨークの工房展に応募する作品の最終ラフ。あ、でも受かりますようにって書かれてあるね。でも今持ってるのが黄色か。でもこの中から選べんのか。いや、選べないな。ああ、なるほど。これはいい線いってると思うな。ああ、でもなんかいい感じに濡れている。でもこれは何か意味があんのかな。これはなんか、お絵描きみたいな、なんか、美術らしさを表現しているんでしょうか。まあ俺、まあ美術はね、正直得意と言われれば正直そうでもなかったですよね。おぉ？あ、でも意外といい線いってるんじゃねえのか？他の色とかもあったりしないのかな？ここら辺も塗るものでしたっけ？あー、塗るものですね。で、じゃあ、ここら辺もどんどん塗っていきまして。まあ、で、これ、本当はこれ、タッチを推奨してるんだろうな。まあ、でも、とりあえず、今はテレビで遊んでいますから。あとは、こっちの部分も塗り足していかないといけませんね。いや、でも、これでもいいのかな。あ、でもいい感じ？これは。はい。おー、いいね。どんどん進んでいきましたよ。あ、ここら辺でムービーがあって、おー、筆が落ちましたけど。あ、なんだ。これを拾うのか。古びた筆、いつも使ってる筆、もうボロボロだけど、一番手に馴染んでいる。あ、馴染んでいるのか。はぁはぁはぁ。何かある？ここら辺は。お、お絵描き日和って言ってるね。一番お気に入りの筆と書かれているが、これが黄色の絵の具。なるほど。今回出展予定のラフと書かれていますが、あとは何かないですか？ここら辺。お、なんだ？内科のお店の絵。赤い傘が印象的。では、なんだかちょっと物足りない。物足りないのか。はぁ、あ、はぁはぁ。だって今、ラジオが光ったような。お。いつものあの曲とは。あ、ここから、これを、こうしてで、閉じると。で、おー、流れた。まあ何の曲かは知らないけどね。うんうん、朝はやっぱりこれだね。さーて次は？お？次何かありますか？周りとか見ても特に。ああ、でもなんかここら辺調べられるな。はあ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 。だってドアがあるけど。ここら辺なんかあんのかな？はい。缶詰作業って書かれてある。で、ここは、おお、あ、これよく言ったらこれ R スティックでこれ動かせるのか。あとは、これなんかあるけど、おお、コーヒー入れるらしいけど、これはどうやってうまく作動するんだ。これを、どこに置けばいいのかよく分かって。
かあるね。とりあえずこの先に何をすればいいのかよく分かっていないんだが、ここに置いて、でこうすると、あーなるほど、これコップだったんだ。コップやカップか。おお。であとは何かあるのか。あ、これは？おお。単調すぎるって書かれてあるけど。おお。あ、でもなんかあるよ。ここらへん。ああ。お土産の数々。ここにあってもいいと思うけど、ああこれが絵描き道具。これはさっきやったと思うな。あ、でもここら辺なんかあるよ。おお、これで朝ごはん作りね。これはどうすればいい。卵をここに移動させると、ああでもいいなこれは。はい、あでもこれは簡単だわ。あとは、あ、そこになんかあるね。おお。あーでも行っている。わーでもこれは美味しそうだね。すげえすげえ。あ、これ、あ、なるほど、これで A を連打して食べると。おお。さっきからこれコーヒーが置かれたままだけど、あとで A を描くときにでも飲もう。あとここら辺なんかないかな。お、なんかあるぞ。この箱のタイルの絵ってなんか意味あったっけ。いや、わからないな。あ、目の前になんかあるぞ。お、シート途中だったんだ。これで何かありますか。あー、これ、なるほど。まあ、これいろいろと入力すれば、なんか勝手にあれができるんだけど。ああ、なるほど、なるほど。てかもうこれ一瞬で終わったけどな。おっと、okay. あ、そろそろか。おお、今日の作業開始。これを調べると、わあ、でもすごいな、これは。おお、誰か出てきた。おじいさんみたいな人が。おお、元気よく行ったね。でもいつも無視なんだ。クロッキーの練習。あ、これ？うん。でもなんかどっかで見たことあるような気が。あ。あ。でもいけるこれ。あ、でもこれ、あ、やっぱりそうか、これゲームだからこれそういう表現になるんだね。何かある？ここら辺。ああ、行った。おじいさんの部屋に飾ってある絵、私の部屋に似たような絵があったかも。あ、そんな絵あるんだ。はい、その時にまた何かありますか。一度もこっちに気づいたことないんだよね。まあだとしてもさっきのあれは大事だよ、挨拶は。まあそれが結構基本的っていうか、まあ社会の常識みたいな感じですからね。わあ、待って、これよく見たらこれおじいさんの絵に見えてきたな。まあすげえ。これぐらい。あ、行った。あ、これ隣に住んでるのか。おお。で、まあこれは、まあこれは自分で見てくださいということで。待って、あとは、あ、でも猫がある。あー、でもここにまたなんか描けるかな。あー、描ける描ける描ける。もういけるねこれは。あー、描けた。おじいさんちのおじいにゃん、おじいにゃんっていう名前なの。そう、あー、いけるねこれは。そしたらば何か他に何か調べられるものありますか。ではちょっと休憩、何か他のことをしよう。何
何か他のことをする。ここから何か見られるものありますか、この絵は。あああれか、似てると思ったのはこの絵だ。おじいさんの絵と違うところは、違うところ、何かあるかな。あこれか。でこれを、あ待って、大丈夫かこれは。あいった。ん、今腕の後ろで何か開いたような音が。お、何か言ったね。 J のひまわりのメモ。 J って誰。まあそりゃそうだけど、あとは何か欠片のような。あ、破れた絵。これをくっつければいいのかな。こんな感じ。あ、そういうことか。あこれがひまわりの絵になると。この絵どっかで見たことあるような。ひまわりの絵はあった、これだね。はい、あった、スケッチと同じ絵だ。ちょっと見比べてみよう。見比べると、あでもあれだわ、あこれくっついて復元したスケッチだった。あれ、ここから先は何かあるんですかね。はあはあはあ、ちなみにここ何かあるのかな。あこれなんか押したら黒くなる。これ全部黒くすると何か起きる。あれ何も起きないの。あこれ戻すものもあるんだ。あとどことどことどこ。あー分かった分かった、こことこことここ、そういうことか。あ緑の絵の具ゲットしたはいいけど、はい。はい、ここで続きを描きますと、おお緑の絵の具が使えるようになったね。はい、ここで、ここでここを塗りますと、あこれ綺麗に塗らなくていいんだ、なるほどなるほど。でここでまだまだ濡れそうな感じはするけどね。お、ここで何かまた何かあるんですか。おだいぶ濡れてきてはいるけども、午後の日差しの眩しさに目を緩めた時、細めた時、彼は不意に、あーちょっと待って、はい、ちょっと感じがちょっとあれだけど、切なインスピレーションがなんだこれ、脳裏に、あ、ちょっと待って、早いな、ちょっと早いな。まあここら辺また何かあると思いますが、あ、これはさっきのひまわりの絵だね。あーはーはー、で、これは、あー光の筋を落とす。おーよーし、じゃあこの先は、まあこの先はぜひ皆さんの目で確かめてみてください。じゃあとりあえず今回はこの辺で終わりたいと思います。よし、ということで、まあこのチャンネルは基本的にマリオを中心的に実況していますから、まあ気になるものがあればぜひチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。